今日は8月31日です。時刻が1時57分、まあ昼間なんですけどね、まだもう2時ぐらいですけど、このライトをつけないと、明かりがないと見えないっていうような暗さになってます。まあ見えなくはないけれど、薄暗すぎちゃって、まあ、文字がちょっと見にくいとかそういう状況です。なんと雨続きでね、10日間ぐらいずっと雨が続いちゃっていて、こんなにも雨っていうぐらい雨で、洗濯物は乾かないしね、っていうか洗濯できないよっていう状況で、換気も思うように、スーッとするなんていうの、空気が入ってこない。この湿度の高さね、半端ないのよね。窓開けちゃうと湿気ちゃうので、まあしょうがないよね。でもこれがこんな長雨っていうのは、私はここに引っ越してきて初めて経験します。非常にいつもは煙で困っているんですけど、こう自然界のこれ雨で湿気がひどくって困ってるっていうのは、ここ来てちょっと初ですね。もう肺もやばいですねこれっていう状況なので、今日はいただいた自然栽培のというか、多分自生している、農薬もまかずに、というか除草剤もまいていないところで自生している、杉菜を粉末にしたものをいただいたんで、それを、煎じてといいますか、まあ、このままもう粉になっているので、このままコップに入れて、お湯を差して飲むだけなんですけど、お手軽で非常にありがたいです。この杉菜っていうのはすごく薬効が高いんですね。それを知って私に送ってくださったっていう経緯もあるんで、どんな薬効があるのかをね、ちょっと紹介したいと思います。これこんな本のな、短、なんて言ったらいいんですかね、割とこう、お手軽に読めると言いますか、すごく簡易的なこの植物図鑑なんですけど、しかも、ちょっと漢方薬とか生薬に使われているような植物が身近に手に入るよう的な、植物図鑑集みたいなやつにもしっかりこう杉菜が載ってるんですね。って言っても杉菜ってつくしなのね。つくしんぼって道端でよく見るでしょ。つくしはこれ胞子の茎なんだけれど、その後に出てくるこの写真でいう緑の葉っぱのところ、これが杉菜で、こっちが栄養茎で、 こっちの葉っぱの方を、使うんですけど、もちろん春のね、つくしは食べれるですよね。春出てくるやつね。ところがあずさが住んでるところ、こうつくし見かけないのよね。こんなにも見かけないもんかねっていうぐらい見かけないんだけど、前軽井沢に住んでた時に、自分のお家のやはりこういった塀のところにこういっぱい自生してたんですね。で、私はそれを摘んで、やっぱりお茶にして飲んでました。だけど管理人さんの草刈りで全部刈られてしまったんですけどね。いや、なんで日本人はこう雑草扱いするかでっていうぐらい、その植物 草刈りのなんか文化というか、草刈りをすることの方が重要のような形になってしまっていて、なんてもったいないってすごいその時からずっと思ってたんですけど、で杉なんて実は中国とか日本とかすごいよく生えてるはずなんだけど、この薬効に関してはあんまり研究がなされてなくって、むしろヨーロッパの方から伝わってきてるんですよ。例えばね、私ここにメモをしている、海外のね、人たち、もうかなり昔のデータとかなんで、神父さんとかか、
ね、まあ、教会の人が、訪れた人たちにの重症 な症状を治したっていうような事例がいっぱいあって、でどんな症状なのかっていうと、あの多いのはね、やっぱり、出血系、体内出血系なんですね。むくみ改善とか止血剤、腎臓の薬であるって言った人もいるね、ボーン博士でね、あの利尿剤を飲んでる場合とか、この杉菜茶1日 5,6 杯を 4,5 日飲めばもうあのむくみ改善するよって言ってますね。それから医学者の、フィシェルさんっていうのかな、があの杉菜の粉末をあの重症の結核に用いると組織が壊れるのを防ぐって言っていて、まあ私結核かもしれないなと思ってたのがね、あのおかげさまでこれあの血痰今年の夏出てきてないです。もうあのドイツのフルケさんっていう方も、杉菜茶っていうのは気管支炎に効くって言っていて、貧血とか腎臓膀胱にも良いとも言っていてるんですけど、あ多分ねその気管支の方の、肺の症状っていうのに効いてるのかもしれないなというふうにも思ったりしてます。それからオーストラリアの植物学者さんでね、ビルフィートさんっていう人も、杉菜茶を常飲すれば、まあ、常に飲むことでね、がんの進行が止まってやがてその細胞とかね崩れ去ってくぞっていうような言い方ね。あとは締め付けられるような胃の痛みとか肝臓炎、胆のう炎にも効くとか、それからドイツの自然医っていうの、クナイプ神父さんはあの教会に来た人たちに杉菜茶与えたら、その劇的な薬効を実証することができた。でも膀胱炎とか腎臓炎とか結石とかそういうね、あのリウマチとか関節炎、神経痛などにも、そういう症状を持った人たちをも救ったっていう風な、言い方をされてますね。あとそういうなんか特別こう病気が出てきててっていう、ことでなくても、スイスの、キュンツレ神父さんは健康な老年を送れるよって言ってますね。これ飲んでると、毎日一杯の杉菜茶を飲むと良いと言ってますね。まあ、それぐらい栄養成分、ミネラルの塊って言われてるぐらい栄養成分も高くて、まあ、あずさんもできればこれね毎日一杯飲みたいなって思うものですね。鉄分とかよく鉄不足でね困ってる女性多いと思うんだけど、鉄のサプリメント飲むぐらいだったら杉菜茶をあずさん飲む方がいいなって思います。だってあれですよ、ほうれん草の15倍の鉄が入ってますよすごいよね。亜鉛とか銅とかマンガンっていうね微量なそのミネラルありますし、あとカルシウム、カリウム、マグネシウムもしっかり含まれているんで、過敏症を患っている方に必要な栄養素がびっしり詰まってるのね、杉菜って。だから本当杉菜、そのつくし、今度ね春になってつくしが出てきてたら、もうそこに次杉菜が生えてくるから杉菜をもう持ち帰って天日干しにして乾燥させて、で粉末にして取っておくといいなって思いますね。ただ都内とかね、やっぱりそのあんまりにもこう人目のつくようなところに生えてる杉菜っていうのは除草剤をまかれてる可能性があるんで、
それ嫌だよね。それ逆効果になっちゃうから、化学物質過敏症の人にとっては、まあ、注意がかなり必要なんだけど、いやでも本当自然にね、あの自生していて、農薬散布とかもされてないければもちろんだけどね、むしろ除草剤使われてないところで生えてる杉菜があれば、まあ、それはもう栄養の塊、むしろその、このストレスを受けてる、炎症を起こしてるこの体にとってね、非常に大事なあの栄養成分がたくさん含まれてる、植物として、やっぱりこの、本のタイトルにもあるようにね、自然治癒力を高める本当は薬草なんで、まあ、この本も結構良かった、あの面白かったけど、他にもいろいろ紹介されてますけどね、まあうん、この人は百選、その、まあ、薬効がある草っていうかね、植物いっぱいあるんだけど、その中で100個こう選んでますけどね、その中の割とトップのページの方にあのこの杉菜を出してきてるんですよね。うん、で実はね、この隣に書いてある大箱ってやつが、あの、あずさんち生えてるって気づいたんで、今年秋9月頃、収穫したいなと思ってるんですけどね。あの社前市っていうあの生薬で大箱の実があるんですよ。それもあの実は葉っぱも食べれるし、あの根っこも、利用できるんだけど、大箱は、うん、またね、それもそれで別で紹介したいなと思いますけどね。今回はあの杉菜茶杉菜茶ちょっと早速飲みますけど、まあ、こうやってね、ほんと細かく粉末にしてもらえてるっていうのはすごい助かりますね。あずさをここまで粉末にするっていうのはなかなか、そういう機会持ってないですしね、大変な作業になりますね、ここまでパウダーにするのはね。まあ、ティースプーン1杯分で、あのお湯を入れます。かなり適当なんだけども、見てみて、本当粉末緑茶、抹茶みたいなイメージって言ったらいいんですかね。すごい簡単に飲めます。でちょっとほろ苦さがあって、ほんとね抹茶に似てるなーっていう感じなんですけど、まあこれにちょっと冷めてからだけど蜂蜜入れてもすごく美味しいです。でもあのさ、このまま飲むのも好きです、美味しいですし、うん。ただこれね、やっぱりそのまま置いとくと沈殿してしまうのでね、やっぱ飲むときね、ちょっとこう、マドラーで混ぜてから、まあ飲むような形になりますけど。いや、これね、ほんとありがたいですね。またよかったら、送ってください。これは本当に毎日飲みたいお茶です。特に冬ね。冬、その、肺がやっぱり一生懸命、機能して頑張っている時も、乾燥している時期とかにはもうぜひぜひ緑茶ね、日本人よく飲むと思うんだけど、本当その感覚で冬は杉菜茶ってすごくいい習慣になると思います。